こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、昨日の F1 見た。見たのぜ。フェルスタッペン惜しかったのぜ。ホンダもスペック2のエンジンを投入したから、表彰台に上がるかと思って、楽しみに見てたんだけど。やっぱり、ベンツとフェラーリの壁は厚いのぜ。そうだね。でもめげずに頑張ってほしいよね。そうだな。表彰台の中央に立つホンダを見れるまで応援するのぜ。このチャンネルでは、レッドブル、ホンダを応援しています。日の丸を背負って世界で戦っているのぜ。頑張れ、レッドブル、ホンダ。ところで霊夢よ。なん？前に言ってた、賽銭箱は置いたのか。ああ、あれね。ちゃんと置いておいたわよ。昨日、レースが終わった後、回収したんだけど、諭吉は入ってなかったけど、野口が数人いたわ。これで、今月の支払いがなんとかなりそうよ。霊夢よ。そのうち、バチが当たるのぜ。しゃあないでしょ。生活、しなきゃならないんだから。証拠、たくましいのぜ。褒め言葉として受け取っておくわ。それよりマリサ、今回の解説は前の続きかしら。そうなのぜ。それでは、後編、始めていいか。お願いしようかしら。前回は第一次世界大戦編までやったから、今からは日本編なのぜ。日本では1898年明治31年に初めて海外から自動車パナール、ルアソールが持ち込まれたんだ。結構古いのね。その後日本でも自動車製造の試みが始まっていったんだが、1904年明治37年には岡山市で電気工場を営んでいたヤマハトラオが、国産車第一号とされるヤマハ式蒸気自動車を完成させた。この頃にはもう国産車が存在していたんだね。完成はしたんだが、この車は乗り合い自動車バスとして計画されていたんだが、ソリッドタイヤがリムから外れるというトラブルに悩まされ続け、倉庫に放置されるままとなり、乗り合い自動車の計画は実現せずに終わったのぜ。終わっちゃったんだ。それから3年後の1907年明治40年、純国産初のガソリン車で、また国産で初めて実用化されたガソリン自動車が誕生した。当時の人々は、この車がガタクリ走ることからタクリー号と呼ばれたのぜ。この車は、自動車の宮様と言われた有栖川宮武氏人親王殿下が、自動車の輸入、修理を行うオートモビル商会を設立した。吉田慎太郎と機械技術者の内山駒子ですけに要請し、10台ほどのガソリン車自動車が作られたと言われているのぜ。これから日本の自動車産業が生まれてくるのね。いや、その後、明治末期から大正にかけて純国産化が多く試みられるんだが、当時の日本の工業技術は、まだ未熟であったため、国産化は成功しなかったのぜ。あれ、意外ね。日本ならすぐやってしまいそうなのにね。技術の蓄積がないと厳しいところなのぜ。それでも、そんな中1911年には海進車自動車工場が設立され、3年後の1914年、大正3年、年に乗用車の第1号、ダットを完成させたことや、1925年に、白洋車のオートモ号が230台生産、販売されるなど確実に歩みは進めていたんだ。この海進車と白洋車は、後に日本の自動車業界に大きな影響を残すんだ。そうなの、初めて聞く会社だけど。海進車は後の、日産自動車、いすゞ自動車の源流に、白洋車はトヨタ自動車の源流になった企業なんだ。どれも日本を代表する巨大メーカーだよね。話は戻すが、当時の日本は確実に進歩していってはいたが、欧米との技術の差は、まだまだ埋めがたいものがあったんだ。そんな中、GM とフォードが国内でノックダウン生産を始めると、市場は寡占状態になり、海進車、白洋車ともに解散してしまうんだ。解散しちゃうんだ。ところでマリサ、ノックダウン生産って何？それな、それは、製造国が主要部品を輸出し、現地で生産することを言うんだ。技術流出も防げるし、コスト的にも安くなるから、今でも採用してる企業は多いのぜ。そうなんだ。わかったよ。ありがとう。
そして1930年代昭和に入り、1932年昭和7年に日産自動車の前身となるダットサン商会が設立され、改新車は巡り巡ってダットサン商会に引き継がれるんだ。そして、白洋社の主要メンバーは、1933年昭和8年にトヨタ自動車の前身となるトヨタ自動織機製作所自動車部に入社するんだ。これが、今のトヨタ自動車と日産自動車になるんだ。この2社はその後、トヨダ AA 型やダットサン14型などの意欲的な国産乗用車生産の試みるが、戦前の日本車はトラックが中心だった。また、第二次世界大戦に向け、戦時体制が進むと、軍需用のトラックの製造が開始され、乗用車の開発は中断を余儀なくされるんだ。やっぱり戦争で大きく変わるんだね。そうだな。そして次は世界、主にドイツの話なんだが、ドイツではアドルフ・ヒットラーが、質量問題解決の手段として採用した、国民車構想とアウトバーンの建設が、自動車産業の発展に大きく貢献するんだ。そうなの？うん、アウトバーンは制限速度がなく、時速300キロが普通に出せるんだ。ドイツの自動車メーカーは、アウトバーンやニュルブルクリンクサーキットなどで、テストを重ねているんだ。だから、ドイツ車は常時300キロを出しても、車体やハンドルがブレない、足回りや時速300キロで事故をしても、生存するために必要な、ボディ剛性など他の国とは違う車作りをしているんだ。でもよく日本では、ドイツ車は壊れやすいと言うけど、あれはなんでなの？いろいろ、理由はあるだろうが、これは試験として聞いてほしいんだけど。うん？日本車にもそんな時期はあったんだ。だから昔は海外では日本車を、安かろう、悪かろう、などと揶揄されていたんだが、日本のメーカーは少しずつ、メンテナンス、フリー、で、乗れるのが自動車と考えるようになった。これは、戦後の終身雇用制度に始まる、保障や安定や、一億総中流、という言葉に代表されるように、基本突出したものを好まない。戦後の日本人の共通した価値観が、車作りにも反映され、突出した性能は持たないが、トラブルを起こさず、長く乗れるのが、車、という考え方になり、今の車作りになったんだと思う。対して、ドイツ車、は、時速300キロを出せて、止まれる、300キロでもブレないハンドルなど、要求される性能が日本車とは違うんだ。そんな高い要求を満たし続けて、日本車ほどのランニングコストが維持できるわけもなく、最高の性能を使うための部品交換はやむを得ない、という考え方になったんだと私は思っているぜ。国によっての考え方の違いなんだね。もちろん、部品の精度の違いや、関税、大人の事情などもあるだろうが、設計の段階からドイツ車は、前後重量配分にこだわるなど、日本車やアメリカ車などとは違うからな。これは、ドイツ車が良くて、他のメーカーはダメって話じゃなくて、メーカーや国としての考え方、の違いなんだと思う。それを簡単にランニングコストだけで見たら、ドイツ車は頻繁に部品交換があるから、壊れやすいってイメージになったんではないかと思うんだ。なるほどね。わかったよ。ありがとう。少し話がそれたが、解説に戻るのぜ。お願いします。もう一つの、国民車構想は、1938年にフォルクスワーゲン、ビートルが誕生するんだ。この車はポルシェ社の創設者フェルディナンド、ポルシェの手により開発されたんだ。これは知ってる可愛い車だよね。しかし、1939年に第二次世界大戦が開戦されたため、量産化直前で国民車構想は頓挫してしまうんだ。また、戦争優先なんだね。代わりに軍事用車両のキューベルワーゲンが生産された。このキューベルワーゲンは、ドイツのポーランド侵攻の際活躍し、その活躍に注目したアメリカ軍は、1941年に小型四輪駆動車ジープを開発し、実戦に投入したんだ。ジープって有名だけど、元の構想はドイツの車だったんだね。そうなのぜ、ジープは連合国の軍用車両として、60万台が生産され、戦後は、世界中でノックダウン生産され、膨大な数の派出型ジープが誕生しているんだ。この戦時体制の中、世界中で軍需用の車両の生産が優先され、乗用車の開発はストップした状態だったんだ。仕方がないんだろうね。そして戦後になり、日本、アメリカ、欧州は、それぞれの車の歩みを進めるんだ。
まず日本は、日本では、戦後は、ゼロどころかマイナスからのスタートとなった。生産設備は大きな打撃を受け、GHQ、連合国軍総司令部、から、乗用車の生産を禁止されていた。焼け跡を走るのは米軍のジープと大型のアメリカ車ばかりで、日本の工場ではあり合わせの材料で、スクーターを作るのが精一杯だった。トヨタ自動車も経営危機に陥り、銀行主導での再建計画を受け入れ、販売部門を独立分離することで再生を図ることになる。今じゃトヨタ銀行って言われるのにね。そんな時代があったんだ。しかし、GHQ の自動車の生産制限が1949年に解除され、戦後の日本の本格的な自動車生産は、海外の車両のノックダウン生産という形で始まったんだ。日野自動車は、ルノー。イスズ自動車はヒルマン。日産自動車はオースティン。と提携し、欧米の最新の自動車生産の技術を学んでいったんだ。その中でトヨタ自動車は独自路線を取り、純国産乗用車にこだわって開発を進め、1955年にトヨペット、クラウンを発表するんだ。ついに、日本に純国産乗用車が、産声を上げたんだね。それでも、当時は欧米との差は、まだまだ大きかったんだけど、これから日本の逆襲が始まるんだ。次に欧州は、ヨーロッパも日本と同じように戦争で荒廃していたが、次第に自動車工業は復興していくんだ。ドイツの小型大衆車、フォルクスワーゲン、ビートルは、生産が開始され、東西に分離された西ドイツ国内は、元より世界中で人気車となった。フランスでも、ルノー、シトロエンの小型車が発売され、大衆に受け入れられて広く普及していった。また1955年のパリ、サロンにデビューしたシトロエン DS は、当時としてはあらゆる意味で前衛的であり、技術的には少なくとも20年以上、先行していたとされ、乗り心地はいかなる大型高級車よりも快適と評された。1959年には、現在も世界中で人気のミニの初代モデルがオースティンから発表されるなど、小型車が普及していったんだ。最後にアメリカは、本土が戦場とならなかったアメリカでは、戦後、自動車販売が急速に拡大し、アメリカ車は黄金期を迎えるんだ。乱立していた自動車メーカーも、ゼネラル、モーターズ、GM、フォード、モーター、クライスラーのいわゆるビッグスリーへ修練するんだ。1950年代に入ると、消費社会の優勢を反映して大排気量のエンジンを搭載した。大型乗用車が人気を博し、テールフィンの巨大化を競うような派手なモデルが続出したんだ。三者三様の道をたどったんだね。うん、これからの時代は皆さんが知っての通りだと思うから、ここで一旦解説を終わるのぜ。お疲れ様でした。どうだった解説役は？意外に面白かったのぜ。そして、自分が解説してコメントをもらえるのが、こんなに嬉しいのもわかったのぜ。それはよかったよ。霊夢よ。今度から交代制でやるのぜ。いいね。そうしましょう。さて、初の2部構成にしてみたのですが、いかがだったでしょうか？この解説が少しでも、面白かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録お願いします。それで初見の動画でも、ゆっくりしていってね。